まだ水星会をご覧いただきましてありがとうございます。我々は昨年で水星回転を30回続けて一応終わりにしたんですけれど、まだなんとなくみんな力が余ってるようで、余ってるというか、まあ残ってる、もうちょっと書いてみたいなという気持ちが残ってるようなので、じゃあもう一回やろうかということで、まだ水星会という形で開くことになりました。ただ今年はコロナもあったりして、今までは、毎年春と秋と旅行して、旅行の絵が中心になって出てたんですけど、今年は旅行が全然できていないので、どういうことになりますか。それぞれね、どんな、それぞれにテーマを持ってそれぞれに努力して書いていると思いますので、それぞれちょっとどんな狙いでどんな絵を描こうとしたのか、ちょっと話してもらおうかと思いますので、高野さんからちょっと一言お願いします。はい、私は去年の裏磐梯のものがまだ仕上がってなかった、2枚を、まあ、中心に水星、これも水星界で行った、裏磐梯の桧原湖の、絵です。あとは、まあ、花の方はいつも通り描いてます。じゃあ次、千代さんお願いしましょうか。私はまさにコロナの影響がありまして、ほとんど昔の描いた絵を多少手を入れて、展示しております。二点剥がし新しく描いたのがあるんですが、バルセロナとあと小笠原の景色を入れて見ていただこうと思ってまとめました。今年はね、コロナで本当に外出できなかったんでなかなか大変ですよね。スカットさんはどんな感じで、みんな風景ですけど、どうやって描いたんですか？私の住まいが、中央高速に乗りやすいものですから、全部今日この展覧会に並んでいれば、船のある漁港ね以外は全部山梨の、風景です。で、それも、四季折々ということで、集めたのと、あとは今回は一応水、池とか川とか水の流れとかそういうものを少し全体的に集めてみたいなっていうんで書いたつもりです。なかなかだけど今年の7月で、免許返納したもんですから、これからちょっとその山梨に行くこともできないんで、今回からは、東京近郊をちょっと歩いてみようかなというふうに思ってます。
それぞれいろいろ苦労があったみたいですね。みんなこの4人はほとんど、はい、80歳前後のもう本当に後期高齢者もいいとこなんですけども、僕はちょうど今年80歳なんです。で実は70歳で仕事を一応若い人に譲った後、毎年海外旅行をするということを友人夫婦と一緒に続けてきたんですけども、それでちょうど昨年で10回目バーセルナの旅行で10回目になったもんですから、それをちょっとテーマにして、その旅行の時に撮った写真や思い出を多少アレンジして描いてみたというのが今回の作品です。ですから全部海外の風景になりました。まだ水星回転をご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後も絵が好きな皆様にお楽しみいただける動画をお届けいたします。お楽しみいただけましたら私たちの励みになりますので、チャンネル登録とグッドボタン、高評価ボタンをお願いいたします。ありがとうございました。